ほどの西川さんと被ってしまいますけど、ダブルたどり着いたらいつも雨降りのフォークバージョンということでお聴きください。では疲れ果てていることは誰にも隠せはしないだろう。ところがおいらは何のためにこんなに疲れてしまったのか。今日という日がそんなにも大きな一日とは思わないが、それでもやっぱり考えてしまう。ああこの気だるさはなんだ。いつかはどこかへ落ち着こうと心の置き場を探すだけ。たどり着いたらいつも雨降り、そんなことの繰り返し。やっとこれでおいらの旅も終わったのかと思ったら、いつものことではあるけれど、ああここもやっぱり土砂降りさ。心の中に傘を差して裸足で歩いてる自分が見える。人の言葉が耳の耳から左の耳へと通り過ぎる。それほど頭の中は空っぽになっちまってる。今日はなぜか穏やかで知らん顔してる自分が見える。